はい、明けましておめでとうございます。ひろちです。今日は1月の4日で、明日から仕事なんですけれども、今からちょっと料理をしていくんですけど、あっという間に終わったお正月ですね。年末年始、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、里芋とさつまいもはたくさんもらったんですけど、ちょっとこれはなんか煮るだけでそのまま食べたいと思います。で、今日は何を作るかというとですね、ビビンバみたいなやつを作りたいと思います。味噌汁、はい、お正月は暴飲暴食は飲はあんまりしてないんですけど、暴食はちょっとしたので、体重計にまだ見切れてないんですよね。動かなくて食べて喋って食べてみたいな感じだったんで、絶対多分太っとると思って、ビビンバに使うもやし軽く袋のまま洗って、ちょっと適当なんでこうやって袋のまま洗って、こうでちょっと一応茹でて入れます。野菜とか里芋とか切ったり剥いたりするのにですね、ちょっと時間がかかるんで、ちょっとそこだけちょっとカットというか、編集にするとまた長くなるんで、ちょっとここで一旦ちょっとカットしてまた出てきますので、すいません。たり茹でたりしました。こちらもやしとほうれん草を里芋を切りました。で、今さつまいもをそのまま食べる感じですね。そのまま食べます。はい、お正月皆さんおごちそうを食べられたでしょうか。正月に娘が帰省してきて、娘と一緒にですね、実家の方に行ってきました。田舎の方に、姉とですね、妹はもう実家に住んでるから、なので久しぶりにですね、姉の旦那さんとかも来られて、久しぶりに大勢でですね、姉妹3人揃って楽しいお正月を過ごしました。で、うち恒例のお正月か大晦日はみんなで集まった時にすき焼きをするっていう恒例の行事があって、はい、すき焼きをいただいてきましたね。高いお肉を姉が買ってきてくれたんで、おごちそうをいただいてきました。娘といろいろ遊びに行ったりして、本当に楽しいお正月でしたね。2日の日ぐらいに息子がなんか風邪ひいたみたいな、なんか LINE が来て、え、やばくないみたいになって、この時期ひいたらなんかやばいじゃないですか。でもなんか何か食べたいって言って言うから、実家から私の家に帰る途中に、息子の家はあるんですけど、なんかお正月でなんかスーパーとかにお寿司セットみたいなの売ってるじゃないですか。こんな食欲ないやろうなと思って、でもそのいっぱい入ってるやつしかあんまり残ってなくて、で、フルーツのセットみたいな味じゃないですか、お正月。フルーツのセットとか、そこのスーパー薬も売ってあったんで、一応風邪薬とか栄養ドリンクとかポテトチップスとかチョコレートとか、いろいろ息子が好きそうなものをたくさん買ってですね、帰りに持っていたんですよ、息子の家に。したら息子は次の日元気になりました。はい、寿司も全部食べたって言っててよかったと思いましたね。はい、でこちらのもやしとほうれん草はごま油と、お醤油でちょっと、これを振りかけます。またこうやってせっかく掃除したコンロが汚れていくんですよね。そう、今日私がですね、ご飯を食べて何を話すかというと、節約と貯金ができない女っていう私の話をさせていただきたいと思います。ね、全然意識が薄いからですね、老後に対する意識が私が薄いんで、ね、本当、ちょっと後で話しますね、それは。お正月休みが1週間ぐらいあったんですけど、休み前やっぱすごくはしゃぐじゃないですか。はしゃぐんですよ私。で、調子に乗って、そうやって調子に乗るんですよ、すぐ調子に乗って、それはなんか治らない気もするんですけど、治していかないといけないんですけどですね、ちょっと卵焼き作ろうかな、明日のお弁当に。明日からまたお弁当でも、明日と明後日行ったらまた休みなんですよね。で、なんか一つご質問があったんで、動画でお答えしますねっていう返事をしていたので、はい、それのちょっと、はい、返事をちょっと
したいし、あの皆さんちょっとほどけてました、すいません。何やったっけ。はい、今年はちょっとあの落ち着きたいなって思ってます。こういう、あ、美味しそう。こんないっぱい誰が食べるとっていう感じぐらいにこんな感じになっております。美味しそう。お父さんありがとう。次ですね、小太り気味なんですね。ちょ、分かんないでしょ、上半身を見ただけじゃ。下半身が倍ぐらいあるんで、上半身の、ね、いろいろそんなに食べないのに、まあ、太るっていうことをですね、やっぱりもう答えはただ一つ、まあ、甘いものしかないんですよね。だから、まあ、今年の目標としては甘いものを、まあ、控える、食べないじゃなくて控えるですね。ジュース飲もうかな。失礼いたしております。何回吹きこぼしとって話なんですけど、ちょっと一旦拭いていいですか。熱そう。手際が悪いは本当にどちだし、とんでもねえです。卵3つ使ったら多すぎるかな。モール的なとこに行ったんですよ、娘と。人が多いからあのちょっと見たら、あのちょっと食べたりして、あのもうかさっさと帰ってこようねみたいな、なんか早く帰るつもりでいたんですけど、ところがどっこいですよ。本当にところがどっこい、もう1万歩ぐらい歩くぐらいで、あの歩いて買い物しました。まあ、楽しいですね、娘と買い物。特に私はあの別に欲しいものはなかったんですけど、来月東京でですね、甥っ子の結婚式があるんですよ。はい、あるんで東京に行くんですよ、来月。すっごい久しぶりですね。あの娘たちがあの東京に住んでた頃は本当にしょっちゅうあの遊びに行ってですね、散財してたんですけど、行くたびに私多分ディズニーランド行ってましたね。娘と息子と、息子も一緒に行ったり、息子とは2回ぐらい行きました。娘とはもう何回も行きました。大好きなんで。でだから一昨日ぐらいに話してて、その結婚式の時何するみたいな話をしてて、まあ一応娘はあの旦那さんもあの来られるから、でも旦那さんがもうめっちゃ優しい旦那さんで、あの自分は仕事だから、あの前の日からあの行っていいよって言ってくれたらしくて、優しいでしょう。本当に優しくて、旦那さんが大事にしなさいって言ってるんですけど、うちの娘はまあまあ自分が道を行くタイプなんで、結婚式の前の日からまあ行くことにしたんですけど、固まってるアフターシックス、6時から入れるやつ、あれがなんか平日やとなんか5時から入れるらしくて、調べてもらったら娘に早速チケットを、うん、買いましたね。はい、行ってきますディズニーシー。それがもう今一番の楽しみですね。あと、あ、もすいません、その前に僕は楽しみだった。なんで固まるとこの砂糖、ちょっと暖房切ってきます。台所はあの暖かいんですね。ここは自分のしゃべりも全然見えてませんね、切る場所。はい、まあいいですね、別に。お料理のそのなんか何ですか、お料理動画ではこれもないので、ちょっとあのすいません、なんか適当な感じで、お正月からもうちょっといい服を着ればよかったんですけど、あ、ちょっとご飯が炊けましたね。はい、できました。あとビビンバはもう肉を焼くだけなんで、焼肉の上で食べますね。他に黒毛和牛、じゃあ匂わなキムチですね、あの匂いがしないキムチ。そしたら肉を炒めてですね、また長くなっているんで、肉を炒めて盛り付けてですね、あちらのこたつの方に持っていきますので、あちらで少々お待ちください、すいません。はい、ではいただきます。はい、ちょっと熱くなりました、料理してたら。父が作った里芋、うん、美味しい、美味しい、辛い、うん、
ちょっと近い。はい、ではごちそうさまでした。今日も美味しかったです。はい、はい、そしたらですね、視聴者様がコメント欄に書き込みをしていただいて、ちょっと質問みたいな感じだったんで、そちらにちょっと答えるというか、まあ、私がちょっと答えられるかどうかちょっとわからないんですけれども、はい、仕事のことでちょっと悩んであった方がいらっしゃいました。多分50代で、まあ、私より年51歳なんか51歳ぐらいで、就職した1年目、まだ1年目かなんか、入って間もなくて頑張っていこうって思ってたのに、なんか会社の昭和的なやり方がちょっと嫌だったことと、ひろちさんはなんかその仕事で人間関係とかそういう仕事とか、なんかいろいろな会社の中でそのモヤモヤしたり自信がなくなったりすることはないんですかっていうふうに聞かれたんですけど、はい、まず昭和のやり方ですね、まあ、私も今の会社はまあそんな感じではないんですけど、そういう会社でもまあ働いたことがあって、具体的なことはまあ書いてなかったんですけど、なんとなくは分かるかなって思います。はい、まあ、その会社の方針的なことはもう自分では変えられないのでですね、その中でまあ自分がどうやって仕事をしていくかっていうことにまあなるんですけれども、年齢的に転職を考えた時に、まあ、それは私ももしもそういう風な感じやったら、やっぱりこの50代で転職をするっていうのは本当に難しいことだと思うので、はい、できればなんかまあ我慢はしないといけないんですけど、上司がそんな感じとかあるんでしょうね多分。であと、モヤモヤしたり、ね、自信がなかったりすることはないんですかっていうふうに聞かれました。モヤモヤすることもないですね。不満があるとそういうふうにモヤモヤしたりすると思うんですけど、私今のところで、まあ、不満ですよ、小さなこと言えば、まあ、あるかもしれないんですけど、モヤモヤしたりすることは今私はないです。はい、ありがたいことに。で、自信がなくなったりということなんですけど、まあ、自信は自信満々な感じではまあないんですけど、まあ、この私の事務職人生はまあまあ30年近くなってるんでですね、はい、私自信がもうありますよみたいな感じには全然思わないんですけど、はい、自信がなくなるっていうことは、まあちょっと何ですか、物忘れをした時にはちょっと自信がなくなって、隣のですね22歳の女の子に覚えとってってよく言うんですよ。これ私忘れるかもしらんけん覚えとってねって言って頼むことはあります。例えばこの物の置き場所とかに関してはその女の子に若い女の子に頼むことがあります。なので私はモヤモヤしたり自信がなくなったりすることは今の会社では今のところっていうか、もう丸来年の3月、来年、今年の3月で丸3年になるんですけど、はい、今のところないですね。なので、まあ、転職がじゃあできないかって言ったら、絶対できないかって言ったら、絶対できないこともなくて、私は52歳で転職したので、まあそういう企業がそういうぐらいの年齢の人を求めている場合もまああるので、どうしても家に帰っての生活にまで響くぐらい嫌やったら、私は転職することをお勧めします。はい。精神的に良くないので、あと精神的に良くないことはやっぱ体にも良くないので、あまりにもひどい状態ならば転職した方がいいと思うんですけど、解決、ね、していく、まあ、して一緒にしていってくれる仲間がいたりとかするんであれば、そっちの方がどちらかというと、まあ、辞めない方がまあいいんですよね。少しでも長く働いた方がいいじゃないですか、私たち今の会社で。はい、落ち着かずな答えで大変申し訳ないんですけど、はい、私はそのように思っております。はい、すいません、あんまり役立たずで、はい、はい、ちょっとこれもパッパッパって話して、またさらに、まあ、いつかまた話したいと思うんですけれども、途中経過みたいな感じで、私は本当に節約ができない女で、さらには、まあ、貯金もできない女なんですよ。
なんで結構ひろちさんいいですねみたいな感じでまあ、この動画だけを見てですね言っていただく方もいらっしゃるんですけれども、私本当にちゃんとした主婦には向いてないかなって、まあ、思いますね自分で。はい、で節約ができないっていう、まあ、貯金もできない、まあ、貯金はまあできないっていうかできなかったんですよね今まで。本当にシングルマザーやったんで、はい、でその、うん、まあ2回目が結婚してシングルマザーじゃなくなったっていうか、シングルマザーですよね2回目結婚しても。自分で貯金をすることはできなかったので、本当に貯金をできなかったんですよずっと。でやっとそのこっち帰ってきて安定してきた時に積み立てNISAを、まあ、上司に勧められて始めて、その積み立てNISAはずっとしてます。でもあれあんまり私見ないようにしてるんです。すいません、なんかバッテリーがもう消えるって今お知らせが来たんで、さっさっさって話しますね。はい、で貯金もできない、節約もできない。節約ができないっていうのも本当にひどくて、なんか一応しようという気持ちはあるんですよ。だからこれよりこっちの方が安いからこれを買おうとかそういうのはするんですけど、なんか例えばその買い物に行ってこれ買いたいけどどうしようかなと思って、まあ大概我慢したりするんですけど、なんか買おうってなった時にじゃあもう買ってしまえって思った時には、なんかじゃああれも買っとこうかな、これも買っとこうかなみたいな、なんかまとめて買う癖があって、ドラッグストアがその悪い例なんですよね。はい、じゃあもうそれ買うんだったらもうあれも買おうとか言って、もうそのとんでもなくたくさん買ってしまうことがあって、そういうのであんま節約ができない女なんですね。はい、食料品はまあ節約してます。私はあんまりこう食に関してまあ何でもいい感じなんで、はい、食に関してはまあたまにそれでちょっと高い、今日牛肉食べるんですけど、大体豚肉を食べてます。はい、それとお弁当はもう本当にもう必ず持っていくのは節約にもなるし、はい、昼休みにお弁当買いに行かなくていいから、そういうのでちょっと節約を、まあ、してるんですけど、貯金に関して言えばもう全くその積み立てNISA以外で、うん、できてなくて、去年私は100万円という目標を掲げたんですよね。できもしないくせに。でもまあ今年もですね100万円の目標を掲げてなんとか貯金していきたいと思っておりますけれどもですね、なかなかこれがまた今年の年末にまた貯金できませんでしたよって言うかなって思うんですけど、今のところその気持ちはあります。100万円目指して、はい、貯金をしていきたいと思います。その貯金をまあするためにもですね、そのまあ会社でも仕事を頑張らないといけないし、なんかそういうこう認めていただけるような仕事をしないといけないし、そういうなんかまあできないかもしれないんですけど、まあ昇給できたら貯金もできるじゃないですか。だからそういう全ての意味を込めてまあ仕事をもう頑張っていきたい。これは私は毎年今年だけじゃなくてずっと頑張っていきたい気持ちはあります。そこからお金にもしかしたらつながるかもしれないっていうことですね。なので頑張っていきたいっていう気持ちもあります。はい、まあ、ちょっとだけ考えていることがあって、挑戦したいことがあるんですよね仕事で。でそれはちょっと今は言わないんですけども、挑戦がもしもできるってなった時は、はい、言います。はい、それも全部全て、まあ、私の老後のプランに向けたお金に関するなんか、はい、あれですね、はい、お金に関することです。なんか焦げ臭い匂いがする、ここ結構なんかで繋がってて、隣の人が焦がしてたらなんか匂うから、なんか心配になってくるんですよね。でちょっと匂ってきました。で、はい、うん、その節約もする、節約をしながら、まあ、貯金のことも考えてする、ささやかなちょっとした気持ちを持ちつつですね、2023年も、はい、頑張って私あんまり頑張るっていう言葉は使いたくない方で、やっていきたい、私にできることなんてまあ本当にもうね、ちっちゃいことしか、もうちょびっとしか、もう本当に
一つまみぐらいしかまあないんですけど、それでもやっぱりやっていきたいっていう会社への感謝の気持ちを込めてやっていきたいと思います。はい、私たちなりのですね、年齢なりの、あのやり方でやっていけたらいいなって思います。はい、でちょっとすいません、あの真面目な感じになってしまったんですけど、でちょっとあのまた長くなってしまったんで、そのお金の話があのちゃんとできてないんですけど、はい、今年も目標金額を100万円に設定してですね、あの目標はやっぱり大きく持たないといけないじゃないですか。でちょっとまたあの一個の結婚式やなんかそういった行事もまああるのでですね、なかなかなんですけれども、はい、目標だけはあのいろんな目標は高く持った方がいいと思っているのでですね、はい、元気に楽しく笑って、まあ、そんななんかできるわけないやんってなるじゃないですか。でも笑うことは本当にあの大事やと思うんですよね。自分が楽しく、まあ、生活するために。で私は本当によく笑うんで、あの今年もそういう服みたいな来るといいなと、笑う角には服が来るんでですね、いきたいなって思うので、皆さんもぜひあの私のなんか面白いこともしていきたいと思ってるので、私の動画を見てあの笑っていただけると嬉しいです。はい、ではすいません、今日の動画もまた長くなってしまったんですけれども、2023年も細々とやる私のチャンネルをですね、どうぞよろしくお願いします。はい、ではよろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。